エゴイスタとは、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニ社が製造したコンセプトカーである。エゴイスタはイタリア語で、利己的の意味。サイドランボルギーニの創立50周年を記念し、フォルクスワーゲングループのデザイン部門を統括する、バルターデ・シルバによって提案された。エクステリアは、シングルシーターを採用するなど、攻撃ヘリコプターである R-64。 アパッチからインスピレーションを得てデザインされた非常に独特なもの。窓にはオレンジの棒幻フィルムが貼られているなど徹底的に戦闘機を意識した構造となっている。インテリアはかつてアウディのデザイン部を率いていたステファン・ジーラフが担当。カーボンファイバーとアルミをふんだんに用い、一人用のレーシングシートとストラップが色分けされた四点式シートベルトを装備し、 ドライバーの眼前には、軽機クラスタのほか、ヘッドアップディスプレイが備わる。コックピットから降りる際には、操縦桿のような形状のステアリングホイールを外して、メーターパネルの上へ置き、電動開閉式キャノピーを跳ね上げ、シートの上に立って、ボディ左側の定められた位置に座り、足を180度回して車外へ出し、同じく、ボディパネル上の定められた場所に足を置いて立ち上がる。 という一連の動作を取る必要があるという。ランボルギーニによれば実用的ではないけれど、このような車を作ることにも意義があると考えている。とのこと。現在はランボルギーニミュージアムで展示されている。ありがとうございます。